ジュール・ラデュメグはフランスの陸上競技選手。1928年アムステルダムオリンピックの銀メダリストであるボルドー・ラ・バスティードク生まれ。まだ10代であった1926年のフランス選手権の5000メートルで3位となり注目を浴びる。その年の5000メートルのベスト記録は15分11秒、6でランキングは20位であった。 この種目で良い成績を上げていたが、彼のストライド走法は長距離に風向きということで、1927年に短い距離に転向することとした。しかし同年のベストは4分3秒6で、フランス選手権でも6位という結果しか残せなかった。1928年に、新しいコーチの下、スタットフランセ・パリで練習を積むようになり、ラドゥメグの競技力は著しく向上する。 6月3日には3分58秒0だった記録は1週間後には3分55秒にまで向上2週間後には5000メートルで15分3秒2を記録する7月1日にはパリ選手権の1500メートルで3分54秒6を出し優勝ついでフランス選手権でも3分52秒2で優勝したこの記録は世界歴代3位に相当するもので アムステルダムオリンピックでは優勝候補の一人に挙げられるようになった。アムステルダムの1500メートルの決勝は8月2日に行われた。レースはラドメグとフィンランドの A のプリエとハリ・ラルバの3人の争いに絞られた。フィンランドの2人をラドメグが追いかける形で進んだ。ラスト1周のバックストレッチ、ラドメグはプリエとラルバをリード。 そのままプリーエは置いていかれるがラルバはラドメグをマーク。ホームストレートに入ったところでラドメグとラルバは横に並んだ。そして残り20メートルでラルバが抜け出しラルバが金、ラドメグは銀メダルという結果に終わった。オリンピックの後ラドメグは1930年10月に1500メートルで 史上初めて3分50秒の壁を破る3分49秒2の世界新記録を樹立。1931年7月には2000メートルで5分21秒8。同年9月には4分の3マイルで3分0秒6の世界新記録も樹立した。さらに、ラドメグは4分の3マイルの世界記録を出した。翌週にパリで1マイルのレースに出場。 4分9秒2でフィンランドのパーボヌルミーが8年前に出した世界記録を更新。史上初めて4分10秒の壁を破る快挙であった。ラズメグは国民的英雄となり、1932年ロサンゼルスオリンピックでのメダル獲得が期待された。しかし、彼に対しレースで報酬を受け取っているという疑惑が持ち上がり、 フランスの教会は彼をオリンピックに派遣することをやめ、彼の選手生命も絶たれることとなった。ありがとうございます。